んこんにちは、ラジーチャンネルのまみです。はい、今日の動画はですね、こちらになります。皆さんもうお分かりですよね。はい、こちらはですね、ストーブのお鍋です。そしてこちらがですね、マルチ電気圧力鍋のインスタントポットになります。今日は面白い実験をやってみたいと思いますよ。それではやっていきましょう。レッツクック。まずこちらですね、ストーブの、今回私はですね、このブラックフライデーというね、セールがあったと思うんですけども、そちらのセールで購入した、2品になるんですけれども、こちらのお鍋はですね、4クォートの大きさのチェリーのカラーの、お鍋を買いました。普段ね、多分250ドルぐらいするんですけど、今回のセールでなんと 99.95 ドルで買えました。これね、すっごく使い勝手いいんですよね。ちょっとね、蓋とかもすっごい重いんですけども、私あの黒色を持ってるんですけど、すごく、美味しくね、簡単にできるので、今回ね、2代目チェリーを購入しました。それからこちらですね、皆さん、よく見られたことがあると思うんですけれども、もうアメリカでは大人気の商品なんですよね。はい、こちらは、マルチ電気圧力鍋のインスタントポット、私はデュオノーバっていうやつですね。それを購入しました。こちらね、なんと、7つのことを一気にこの1台でね、できちゃうという優れものの圧力鍋なんですよね。圧力ももちろんのこと、煮込みだったり炒めたり蒸したり、それから炊飯、スロークック、そしてヨーグルトメーカーということで、7つのことがね、一気にできる調理器具なんですよね。これね、日本でもね、売ってるみたいなんですけど、日本でも今安くなって1万3000円ぐらいで売ってるんですけど、アメリカでは通常 99.95 ドルこれするんですけど、ブラックフライデー価格でなんと 49.99 ドルで購入することができました。今日はね、この2台を使って、日本人といえばやっぱり毎日食べる美味しいお米ですよね、白米、こちらの方を炊いて、どちらが美味しいか実験をしてみたいと思います。それではまず、インスタントポットの方から作っていきたいと思います。まず今ね、白米、私は日本米を使ってるんですけども、日本のお米を今日は2合ですね、お水で洗いました。それからもうすぐにですね、今度お水、冷たいお水を351合につき、一応180なんですけど、ちょっと水分を含むのちょっと少なめで350にして入れてみました。はい、それからじゃあまず蓋をしますね。蓋をして、はい、蓋をしました。それから、なんせ初めてなんでね、ちゃんとできるかな、なんかライスのボタンもあるんですけれども、なんかこの圧力の方のやつでやった方が美味しいっていうことなので、これでやってみます。はい、これで、2分ノーマルで、プレッシャーははいということで、これでやってみたいと思います。はい、それでは、ストーブの方もね、同時進行で、お米を炊いていきたいと思います。こちら同じお米を同じ分量2合用意して、洗いました。それから、ちょっとね、こちらの方は、お水に15分ぐらいつけておきました。はい、それを今お鍋に入れました。それからこちらお水は同じ1合につき 180ml なので、今回私2合なので、360、冷たいお水を入れます。はい、それからですね、こちらまずは中火で、蓋をしないで、まずちょっと沸騰するまで待ってみたいと思います。はい、今ねセッティングして、本当、これ本当にできたのかな圧力がかかるまでというか、シューって言い出したのはね、つけてからもう5分ぐらいで言って、で今あの圧力2分ってセットしてたのが、カウントダウンみたいなのが始まって2分経ち、
そして今あのピーって音が鳴った状態なんですけど、え、本当にもうできた？本当？いやちょっと半信半疑なんですけども。はい、それでは、ね、圧力をちょっと抜いて、それで2分ぐらい蒸らさなきゃいけないので、ちょっと圧を抜いてみます。こっち側はね絶対触っちゃダメなんですけど、このこっち側ですね、押して回すのかな、いきます。おお、すごい。じゃあこれでいいのかな。あ、カチャって落としましたね、ストッパーが下りました。 OK です。はい、今ねこちら火にかけて中火にして、6分ぐらいですかね。私電気コンロなんでちょっとガスよりも火力がね低いので、6分ぐらいでこうちょっとフツフツした感じになってきましたので、今からですね、こちらの蓋を、あ、その前に混ぜるんですね。ちょっとこれを混ぜます。混ぜます。なんかちょっとお粥みたいな感じになってますけど、うん、いい匂いがします。混ぜて、そして今度は蓋をして、弱火ですね。弱火にします。すっごい弱火、一番弱くしよう。はい、これで、まず10分弱火で炊きます。はい、それでは開けていきたいと思います。まずはインスタントポットから。おー、私たまたまね、おいしそう。すごい、ほんと早かったです。もう10分ぐらいで、ほんとにって思っちゃいましたよね。ちゃんとできてる。ご飯になってます。なんかねやっぱり保温が、保温機能があんまり良くないみたいなので、もう炊き上がったらすぐね炊飯器の方に移して保温してもいいかもしれないですね。そしたらまあ底がこびりつかないかもしれないです。わー、美味しそう。はい、こちらがインスタントポットの方のご飯ですね。美味しそうです。はい、それでは今度はストーブの方に行きたいと思います。はい、10分蒸らしました。できてる、すごい、よいしょ、できてますね。おー、すごい、ちゃんとご飯になってる、おいしそう。こちらも少しいただきます。すごく早かった、10分でできちゃったインスタントポットの方からご飯いただきたいと思います。見た目はなんかツヤ感はなんかこっちの方がありそうな感じですね。光ってるのかな。いただきます。うん、美味しい。いつもと違う、すごい。いつも私普通の炊飯器なんですけど、美味しい、すごいコシがある。うん、美味しい。じゃあ今度はストーブの方もいただきたいと思います。こちらは初めに15分水をつけてたのを合わせて、5分、強火、中火か、中火で5分と、それから、10分ですね、蒸らした時間とか全部合わせると40分ぐらいかかりましたけど、はい、でもね、美味しそうですね、こちらも。幸せ。もうね、2つとも炊飯器よりは全然美味しいです、うん、すごい。こちらの方がコシがあってちょっと硬いご飯になります。こちらの方はそれに比べると少し柔らかいんですけど、でもなんかちょっと甘いというか、なんかご飯の味がちょっと甘みを感じました。でも全然普通の炊飯器より美味しいですね。感激です。はい、ということで、
今からアノーバのね低温調理器でやった生卵をねかけて卵かけご飯を楽しみたいと思います。はい、ということで大成功になりました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらの動画がいいなと思ってる方ぜひいいねのボタンとコメントお待ちしてます。ダリーチャンネルのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまたお料理番組しますよ。じゃあまたね、バイバーイ。